ビリー・マレーは20世紀初めのアメリカ合衆国のミドル級のプロボクサー。カリフォルニア州、ペタルーマ生まれ、ポルトガル系とされる。1910年5月のデビュー戦は TKO 勝利を果たしたが、ボクシングを始めた初期には成績はかんばしいものではなく、戦績は3勝2敗1引き分けであったが、その後、信じられないような連勝が続くことになった。 7000名以降は、アントン・ラグラーブ、ジョニー・マッカーシー、ジミー・クラビー、その他のボクサーたちを相手に49戦無敗を記録した。しかし、この連勝の後、マレーはジョージ・チップに2連敗を喫した。これに続いて2連勝したが、直後には9連敗を喫した。その後も、1918年まではコンスタントに戦い続け、 最後は1920年と1922年に1回ずつリングに上がって、延べ23戦を戦い、生涯で61勝20敗、9引き分けの記録を残した。1922年の時点で健康を害してロサンゼルスのサナトリウムに入っていたが、1926年にアリゾナ州通村で結核により死去した。abcboxrec.com ビリーマレー 53008abboxingbiographies.com ビリーマレーありがとうございます。